はようございます。おはようございます。おはようございます。ともさん、ハレルヤ。ルルさん、モーカさん、タイさん、おはようございます。おはようございます。太陽さん、おはようございます。今日も天気です。今日は暑くなりそうですが、今はまだ涼しいです。ケンタッキーさん、おはようございます。台風が、こっちに来てるようですね。明日の午後は大雨のようです。アイスティーさん、近所さん、ハレリア、いい天気です。今日もちょっとセミがうるさいかもしれませんね。クロモさん、ユウさん、おはようございます。近所さん、はい、そうですね、セミがまだ鳴いています。今日のタイトルは、私は命のパンです。私は命のパンです。これはもちろん私のことではありません。イエス様がそうおっしゃいました。ヒットさん、アレリア。イエス様がですね、私は天から下ってきたパン、私は、天から下ってきた命のパンですとおっしゃいました。これはとても大事なポイントです。イエス様は誰なのか、何なのかということですが、イエス様おっしゃいました。イスラエルが荒野で40年旅行している時には、毎日マナが降りました。マナというのは綿菓子みたいな白くてふわふわした食べ物、それがですね、毎朝です。毎朝降りました。土曜日には降らなかったんですね。なぜ土曜日に降らなかったかというと、安息日だからですね。土曜日はイスラエルの安息日なので、安息日に、マナが降らなかった。じゃあ土曜日はどうしたんですか。金曜日に2日分降りるんですね。神様ってすごい細かい方ですよね。そしてマナはですね、通常次の日にはもう食べれないんですね。1日分しか食べれない。次の日はね、なんか腐っちゃうらしいんです。でも神様ってすごいですね。金曜日に降ったマナはですね、土曜日まで持つんですね。金曜日の朝降ったマナは金土と2日分持つんです。なんと神様のされることは、非常に繊細なんでしょうか。そしてマナが毎朝降るのは理由があります。なぜマナが毎朝降ったんでしょうか。それは、そうです、近所さんが書かれたように、人はパンだけによらず、エホバの口から出るすべての言葉によって生きなければならないとイエス様が言った通りです。つまり、私たちは毎日食事をします。私たちは朝晩夜1日3回も食事をしますが、私たちの肉体はですね、食事が必要です。でもイエス様がおっしゃっているのは、その本当に人間にとって必要なのは神の言葉なんだよ、神の言葉が人間にとって一番大事なんだよということです。そしてそれは、私は命のパンということは、その実際に、イエス様の肉を食べるわけではないんです。私たちはイエス様の口から出た言葉、イエス様からの口から出た言葉、それが命のパンであり、そして
私たちが食べるべきものなんです。タイさん、イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。神様はエジプトからイスラエルを、脱出させました。そして荒野を通ってカナンの地に連れて行こうとしました。カナンの地は乳と蜜の流れる地といって肥沃な土地なんです。そしてそれは意味があります。エジプトがこの世でありカナンの地が天国ということです。イスラエル人は紅海が割れて海の中を通ってきますが、私たちクリスチャンも洗礼を受けて神の国に入ります。洗礼を受けてこの世から出ます。エジプトはこの世を表します。私たちもこの世から出て天国に行きます。しかししばらくですね、私たちは荒野を通らなければなりません。イスラエルがもし信仰的だったらばすぐにカナンの地に入れたんです。でもイスラエルは不信仰でカナンの地の巨人たちに勝つことはできないと恐れて、神様は怒って40年間荒野をさまようようになります。しかし神様は荒野でエジプトを出たわけですから、荒野で暮らさなければなりません。イスラエルの人たちは畑もなければ、なんて言うんでしょう、自分たちで、食べるものを用意できません。神様はなんと天からマナを降らせ、およそ何十万人もいたイスラエルに40年間もマナを与えたんです。なんということでしょう。イスラエルの人たちは自分たちが畑を耕すとか羊を飼うとかいうことをしないで、ただ神様に仕えて、生きていけたわけです。でもそれはですね、実のところクリスチャンのことを表すんです。クリスチャンはこの世から出て神様の仕事をします。イスラエルの人たちでさえマナによって40年間養われたならば、私たちならなおさら、天のお父様が養ってくれるのは当然ではないでしょうか。私たちは、本当の食事、ユウさんおはようございます、ヒロさんおはようございます、本当の食事はイエス様の肉とイエス様の血です。イエス様おっしゃいました、私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物ですとおっしゃいました。多くの弟子たちはつまずいてイエス様から去りました。人間の肉を食べ人間の血を飲むなんてありえない。それはイエス様の言葉を理解してなかったからですね。皆さんは今理解しています。それは、イエス様の肉というのはイエス様の言葉のことですね。そしてイエス様の血というのは聖霊様と言っていいでしょう。私たちはイエス様の言葉を食べる、命のパンを食べるというのはイエス様の言葉を学ぶ、考える、聞くということなんです。まさに皆さんがこの放送でイエス様の言葉を聞いています。皆さんの言葉を聞いています。それはまさにイエス様のパンを食べている。さとちゃんおはようございます。皆さんは本当の食事をしているんです。私たちの日常の食事はそれを表しているんです。私たちは
私たちは朝昼晩食事をします。でもそれは確かに肉体にとって必要です。肉体にとって私たち食事必要ですけれども、でももう一つの意味は誠の食事をしなさいという意味なんですね。誠の食事をしなさい、そういう意味があります。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからです。ヨハネ 6-55。 皆さん、ルフィさん、おはようございます。皆さん、毎朝ここで皆さんは朝食をしているんです。このイエス様の言葉を食べているんです。まあ、ここ外ですからね、野外で食事をしているということでしょうか。皆さん、朝食をですね、野外で食事をしています。おいしさん、おはようございます。そして夜の放送は夕食ですね。天国レストラン、皆さんは毎晩天国レストランで、高級料理天国の高級料理を食べてると思ってください。そして皆さんは朝ごはんは、野外で食事をしている。金樹さん、マナは神からの贈り物でしたが、人に永遠の命を得させるものではありませんでした。一方、イエス様の犠牲は信仰を働かせる人にはまさにそのような賞を得させるものです。イエス様はまさしく命のパン。ユウさん、私は朝昼は抜きがちなのですが。そうですか。まあ普通の食事は抜いてもいいですが、霊的な食事は抜かないでくださいね。霊的な食事は抜かないでください。それでですね、私たちは、本当に私たちの必要な食事、本当の必要な食事はイエス様の御言葉と、そして聖霊様だということを理解してください。それを理解した上で、私には霊的な食事が必要なんだ、霊的な食事をしないと信仰は元気にならないんだ、ならないんだ、私たちは霊的に元気になるためには霊的な食事が必要なんだということを理解しましょう。金城さん、天国料理は三つ星より美味しくて元気になります。そうです。皆さん、天国料理の美味しさ、天国料理の美味しさに夢中になりましょう。多くの人はグルメで、食事の料理のですね、美味しい料理を求めているかもしれません。しかし私たちには本当の食事を求めましょう。本当の食事の美味しさ、本当の食事の美味しさを私たちは理解しましょう。ユウさん、私には霊的な食事が必要なんだ。その通りです、その通りです。私たちには本当の食事、本当のパン、本当の肉が必要なんです。マーゴさん、イエス様の言葉と聖霊様の言葉は違うものですか。同じと考えましょう、同じと考えましょう。聖霊様はイエス様のから聞いたことを語るとも書いてありますし、イエス様の言葉を思い起こさせるとも書いてありますから、同じものと考えましょう。私たちはこの大事なことを覚えるために聖餐式があります。聖餐式っていうのは初代教会の時に食事のたびにパンをちぎって、イエス様に感謝する祈りです。
またブドウジュースを飲むときにイエス様の血として飲みます。食事の時に聖餐式をしたんです。今の教会は礼拝中に聖餐式をします。私たちは食事の時に聖餐式をするということはどういうことでしょう。それは本当の食事は、イエス様の肉とパンなん、肉と血なんだよ。イエス様の言葉と御言葉と聖霊様が本当の食事なんだよということを教えるために食事の時に聖餐式をしたわけです。ですから皆さん、私たちははっきり理解しなければいけません。私たちに必要な食事をしなければ信仰は元気になりません。多くの人は、霊的な食事をしないで信仰は弱っていきます。霊的な食事をしないで、霊的に元気がなくなってきます。私たちは、霊的な食事を毎日する必要がありますね。霊的な食事を毎日する必要があります。直人さん、祈ってください。イエス様に祈って、その解決してもらってください。直人さん、祈りに力があります。祈りに力があります。祈り続けてみてください。職場が変わります。職場が変わります。そういうわけで皆さん、多くの人は、食事が好きかもしれません。多くの人は食事が好きかもしれません。今、現代の問題は食べ過ぎというのがあるかもしれません。デトロイトに行った時に、まあ、ちょっと失礼ですが太った方が多いです。多かったです。なぜ、アメリカに太った人が多いか、それはですね、やっぱり食べることに依存してしまう。食べることは、美味しいです。でもその霊的な食事がないと、霊的食事がないと肉的な食事に依存してしまうのではないかと思います。だから、本当のダイエット、本当のダイエットは霊的な食事をすることだと思います。霊的な食事をすることによって根本的なダイエットができるのではないかと思います。多くの人は霊的な食事をしないために、まあどうしてもむさぼってしまうということになるでしょう。それから断食ということがあります。断食というのは、まあ、食事を抜くわけです。一食抜いたり、一日抜いたり、三日抜いたり、一週間抜いたりしますね。これは、私の意見で、まあ、聖書に書いてあることではないんですけど、断食というのはですね、まあ、肉的な食事をやめることですから、まさに、霊的な食事を、まあ、霊的な食事に専念する、霊的な食事に専念することではないかなと思います。まあ、肉的な食事を抜くということは、肉的な食事よりも霊的な食事の方が大事なんだよ、霊的な食事の方がいいんだよということで、断食はそれを表していると思います。ただ肉的な食事を制限するだけでは苦しいかもしれません。断食の時に、霊的な食事をしてこそ、肉的な食事を我慢できるのではないかなと思います。アヤポンさん、霊的な食事をして私はスリムです。アメン。素晴らしいです。
大事なことは、大事なことは霊的な食事が必要なんだ。霊的な食事が必要だということを理解しましょう。そしてそれを求めてください。霊的な食事だと食べ過ぎるということはあります。太るということもあります。むしろかえってどんどん食べてください。どんどん食べて飲んで、どんどん霊的な食べ物、霊的な飲み物をどんどん食べて飲んで、成長しましょう。霊的に成長しましょう。金寿さん、霊的な食事は本当の幸せです。金寿さん、霊的な食事は、むさぼるという言葉は良くないかもしれませんが、どんどん食べていいのではないでしょうか。肉的なものがむさぼりですよね。はい、それでは明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、本当の食事が分かった証。イエス様を信じて、欲よりも、肉的な欲よりも霊的な食事、霊的なものの方が大事だということが分かった証。イエス様を信じて、毎日の御言葉の学びがとても楽しくなった証。御言葉によって元気になるということが体験できた証。スタート、スタート、スタート。イエス様を信じて、肉的に、欲望に、欲望に、欲望を求めなくなってきた証。欲を追い求めなくなってきた証。スタート、スタート。日に日に顔がこけてきて、顔が痩せてきましたか。シャンさん、おはようございます。シャンさん、おはようございます。金寿さん、今まではいつも高級レストランで食事をしたいとか値段に執着していた。今では値段に執着しなくなりました。アメン、アメン。モーカさん、霊的な食べ物を食べて私は生まれ変わりました。この世の属性的なことを愛さず、イエス様を愛します。イエス様から愛をいただき、養っていただき、毎日毎日感謝です。アメン。アイスティーさん、お金への執着が消え、貧乏でも心の豊かさを得ました。アメン。そうです。多くの人はお金の呪いに呪いを持っています。お金に縛られています。まず私たちは、お金や欲から解放される必要があります。タイさん、イエス様を信じて聖書に御言葉を食べるという成功を見つけました。エゼキエル書より。アメン。ジョンさん、おはようございます。ジョンさん、おはようございます。
にまるさん、きゅうちゃんを朝から見れて一日が始まります。アメンアメン。ゆうさん、禁欲性欲が強すぎるのですがどうすればいいですか。ああ、まさにいい質問ですね。皆さん、これを見てください。これは何ですか。これはシーソーですね。シーソー、こっちが欲ならば、こっちが欲ならば、こっちが霊的なものです、ね、霊と肉、霊と肉はシーソーなんです。つまり、霊的にですね、ユウさんよく聞いてください。霊的に、霊的に、霊的なものを食べれば、あ、ちょっと落ちてしまう。ちょっと待ってください。ちょっとハプニングが起きました。ちょっと待ってね。ちょっとハプニングが起きました。すいません。はい、これで。はい、すいません。ちょっとハプニングがありました。スマホが落ちました。すいません。でですね、例えば、霊的な食べ物を食べる。ゆうさん、わかりますか。霊的な食べ物を食べるとこっちが上がります。こっちが上がると、肉が下がります。肉が下がります。そして肉が上がると、ね、肉が上がると、霊的なものが下がっちゃいます。つまり、霊と肉はシーソーだということですね。霊と肉はシーソーですから、もしもしですね、ゆうさんがですね、禁欲性欲をコントロールするにはどうすればいいということですが、まさに、信仰的になればいいということですね。皆さんが御言葉を食べ、油すぎを受ければ、皆さん肉をコントロールできる、肉をコントロールできるということです、ローマ8章に書いてありますね。ローマ8章にそれが書いてあります。どっちかだということですね。霊か肉かどっちか、両方はダメなんですね、肉的にもなり霊的にもなるということはないです。皆さん、多くの人はね、信仰的になり美味しいものも食べたいと思うかもしれません。いや、美味しいもの食べてもいいんですよ。美味しいものも食べてもいいですが、ただ肉的になる、つまり欲で生きるということはできない。信仰で生き、欲で生きるということはできないということです。どっちかということですね。どっちかだから、皆さん、欲を捨てて、信仰で生きるということが大事です。ユウさん、なるほど。また一つ神に近づけそうです。アメン。アメン。霊的な食べ物っていうのはイエス様の御言葉です。イエス様の御言葉が、誠の食べ物、ということになります。近所さん、本当の幸せはお金では買えません。信仰で本当の幸せを持てます。アメン。のっちーさん、御言葉でお腹がいっぱいにならない。いや、それがなるんですよ。皆さん、体験するとわかるんですが、霊的に満たされるとですね、
お腹が いっぱいになるんです。不思議です。本当です、ね。霊的に満たされると、本当に、お腹がいっぱいになります。不思議です。キュウちゃんは幸せですか？ものすごく幸せですね。ものすごく幸せです。なぜならば、イエス様を知ったからですね。イエス様を知ったからとても幸せです。マーゴさん、肉はイエス様、血は聖霊様でしょう。まあそう考えていいですね。そう考えていいです。ちょっとバランスが崩れました。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ。近所さん、信仰は一番効果のあるダイエットだと思います。その通りです。信仰は一番効果のあるダイエットです。根本的な問題ですね。根本的な問題を解決するんです。つまり欲の支配から出る、欲の支配から出るという意味で信仰は一番のダイエットです。キュウちゃんの LINE スタンプ買った。あ、そんなのあるんですか？私知らないです。はい、それではファイナルメッセージですね。多くの人はですね、欲で満たそうとします、ね、欲で満足しようとしてます。でも皆さん聞いてください。欲では決して満たされません。私たちの、霊、私たちの心を満たすのは、霊的なものでしか満たされません。肉では決して満たされません。どんなに美味しいものを食べても、どんなに好きなことをやっても、快楽では満たすことはできないんです。多くの人はそれを知らないんです。多くの人はもっと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 と考えます。それは、肉では満たされないということを知らないからですね。わ、すごい蚊がたくさん来た。一遍で、ちょっと皆さん蚊が増えてきた。一遍で5箇所、4箇所ぐらい噛まれてます。場所を変えます。多くの人は欲で満たそう。欲で満たされたいと思ってるかもしれません。でも欲では満たされないんです。霊的なものでしか、霊的なものでしか霊を満たすことができません。イエス様の肉とイエス様の肉とイエス様の血だけが私たちを満たします。私たちを満足させます。皆さん、その真理をしっかり理解してください。皆さんを満足させるものは肉ではない。皆さんを満足させるものは霊である。イエス様の肉とイエス様の血、これが皆さんを満たします。皆さんを満足させます。皆さんを良くします。霊的に良くします。ぜひ皆さんそのことを理解してください。クロモムさん、快楽欲は一瞬、御言葉は永遠。その通りですね。マルコさん、肉欲で満たされることはないことを、満たされないことを知ってても手を出してしまうんです。私たちは病気です。快楽依存。でもマルコさん大丈夫です。御言葉を食べれば、御言葉を食べれば
癒されます、シーソーになりますね。ぜひ皆さん、霊的シーソー、霊的シーソーを理解してください。どうすればいいか分かりましたか。霊的シーソー理解できましたか。どうすれば欲をコントロールできるか、どうすれば欲を、ね、下げることができるか、霊的なシーソーを理解してください。皆さんが御言葉に熱心である、信仰に熱心であるならば、霊的シーソーになります。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の主よ、万軍の神主よ、私はあなたの名が付けられているからです。エレミア15の16、素晴らしいですね。イエス様の御言葉は、楽しみであり喜びです。イエス様の御言葉は楽しみであり喜びです。素晴らしいです。シャンさん、欲よされ、欲よされ、素晴らしい、欲よされ。では皆さん、イエス様の御言葉を食べ、油注ぎを受けて、霊的になりたい人、欲を求めることをやめて、欲を捨てて、欲を捨てて霊的なものを求めようと決心する人、アメン。霊的なことが本当に私たちを満たし幸せにするのは肉ではなく、信仰的なことが、信仰的なことが私たちを幸せにするということが分かった。これからは、肉ではなく信仰で歩もうと思う方、アメン、アメン、アメン。霊的な食事で永遠の命、霊的な食事で永遠の命、アメン。天のお父様、私たちは肉に誘惑され、肉によって罪を犯します。私たちが信仰的になり、もっともっと御言葉を求め、油注ぎを求めることによって肉をコントロールすることができます。私たち自身が肉をコントロールできません。しかし、聖霊様が私たちをコントロールしてくれます。あなたに委ねます。イエス様、私たちは肉を求めません。あなたを求めます。霊的なものを求めます。私たちをコントロールしてください。私たちが快楽の奴隷にならないように、肉の奴隷にならないように助けてください。私たちを信仰的にしてください。信仰的にしてください。肉を殺してください。私たちの肉、十字架はまさに肉を殺すということを表します。私たちの肉を十字架につけてください。私たちの欲を十字架とともに葬り去ってください。十字架とともに私たちの肉、欲を葬り去ってください。殺してください。十字架によって殺してください。私たちの欲を殺してください。私たちの肉を殺してください。私たちが永遠の命で生きますように、肉で生きるのではなく永遠の命で生きますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、十字架の一つの意味はですね、十字架の一つの意味は、あなたの肉を十字架で殺しなさいという意味ですね。あなたの肉を十字架で殺しなさい。私が十字架で死んだのは、あなたの肉を殺すことだよ。あなたの肉を殺すことだよという意味でもあるんです。ぜひ皆さん、イエス様によって、肉を殺してもらいましょう。欲を殺して、信仰で歩みましょう。信仰で歩むのです。永遠の命で歩むのです。ありがとうございました。今日の今晩は放送ないんです。明日の朝10時半、礼拝があります。
一緒に礼拝しましょう。一緒に礼拝しましょう。それでは、今日素晴らしい信仰的な一日を送りますよ。肉的な一日ではなくて信仰的な一日を送りましょう。それではシャローム、シャローム、ありがとうございました。良い一日を、良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。